おにぎりを生卵に入れて TKG みたいにして食べるのうまいらしい。すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、若者の街渋谷で20年以上続く豚骨ラーメンのお店、こちらです。ドン。 JR 渋谷駅から5分くらいのところにあります豚そばさんにお邪魔してます。こちら豚そばさんは1999年オープンで、もともとはですね、現在の店主さんのお父さんが立ち上げ、地元である北九州市にて1959年に創業したらしいですね。そして東京に出てサラリーマンとなった店主さんが地元へ帰り、そして後を継ぎ、その後お店を東京進出させて今に至るとのことですね。北九州仕込みの本格豚骨を早速すすりにいきましょう。レッツゴー。こんにちは。本日ですね、まあ都心っちゃ都心ですね、もう人多すぎる、渋谷来てます。いや渋谷ね、普段あんまり来ないんですよ、あの人が多いんで、はい、なるべく人が多い場所を避けてるんで。とはいえもう東京ってどこ行っても人多いんですけどね、正直。でまあそんな渋谷でね、本日伺いますのがですね、豚そばさんというお店ですね。豚そば、渋谷に昔からある豚骨ラーメンのお店でして、僕ちょっと行ったことなかったんですけど、ちょっと名前は出せないですけど、まあ、僕がね本当に大好きで、昔から通ってる、もうあの YouTube 始める前から通ってるとあるね二郎系ラーメンの店主さんが、まあ、この豚そばにいたことがあるっていうことなんで、ちょっとどんなラーメンなのかすごい気になったんですよ。まあ、なかなかずっと訪問することができず、まあ、ようやくアポ取れたんで、ちょっと今日行ってこようかなと思っております。まあ、でも渋谷のね、あのメインのそのハチ公の方じゃなくて、まあ、光江とかそっち側の方にあるんですよね。まあ、若干駅から歩きますが、まあ、そんな中でもね、渋谷ですごい長い間ずっとね美味しい豚骨ラーメン提供されてるお店なんですけど、つけ麺も一応有名だったりします。まあ、夏なんでね、ちょっとつけ麺もいいかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとラーメンかつけ麺で悩み中ですね。はい、ということで後ろに見えてるのが豚そばさんですね。路面ではあるんですけど、ちょっと奥まってるんで、もしかしたら分かりづらいかもしれないですけど、まあ、中入っていったら豚そばあるんで、早速すすりに行きましょう。レッツゴー。さあ豚そばさん注文です。ということで店内入ってまいりまして、ちょっとやっぱ悩むのはラーメンなのかつけ麺なのかってことなんですよね。いやでもやっぱラーメンかな、まあ、夏で暑いですけどね、なんかつけ麺めっちゃいい時期ではあるんですけど、まあでもどっちも2倍看板みたいな感じっぽいですけど、まあ、ラーメンかな、まあ、あとおにぎり、あとこのタレ付き生卵ってやつがめっちゃ美味しいらしいんで、ちょっとこの3つで行かせていただきたいと思います。というわけで今回はオーソドックスにラーメン、おにぎり1個、そして生卵を秘伝のタレにつけたというタレ付き生卵の豚そば鉄板セットでいただきたいと思います。厨房では店主さん自らが慣れた手つきでラーメンを調理されており、長い歴史を感じる安定感のある雰囲気に自然と期待度もついつい上昇。北九州で生まれ渋谷で20年以上も戦い続けているラーメンの味は一体どのような仕上がりになっているのか、到着を楽しみにしながら待ってた。こちらが豚そばさんのラーメンおにぎり1個、タレ付き生卵です。白濁していい色をした豚骨スープにネギやキクラゲといったシンプルなトッピングが王道を行く、堂々たる存在感を放つ正統派なビジュアル。おにぎりや生卵と合わせるのも楽しみですよってことで、早速いただきます。まずはスープから一口すくって飲んでみると、淡く濁った豚骨スープは臭みがなく、豚骨の旨味のみを感じられる伝統の味となっており、キリリと効いた返しの醤油味もしっかりと感じさせてくれてうめえ。今流行りの匂いの強い豚骨ではなく、特別新しい味というわけではありませんが、創業者であるお父様から受け継いだ味をしっかりと今でも提供し続けている店主さんに心から敬意を表したい、歴史の詰まった奥深いお味となってます。お次はそんなスープの中から麺をリフトアップして、よっしゃそろそろザボーン。わずかにウェーブを帯びた自家製の中細麺はすすり心地歯切れがよく、コシもバッチリな仕上がりとなっており、豚骨スープともよく絡んでうまし。私すするの敬愛する某店の店主さんもこちらで学んだというのが大納得な麺となっており、これは確かにつけ麺も美味しそうだぞと思ってしまうハイクオリティな自家製麺です。北九州といえば門司港で食らう焼きカレーで観光気分を味わったり、小倉駅前の白屋ベーカリーでサニーパンを爆食いしたり、朝まで飲んだ帰りに魚町の助さんうどんに癒されたりと、ソウルフードの多いエリアとしても有名ですが、そんな町から都会のど真ん中で営業を続けているお味というのはなかなか感慨深いものがありますね。店主さんおすすめなんで、ちょっと胡椒を言ってみます。結構バーっといっちゃっていらっしゃるんで、ちょっと思いっきり店主さんおすすめの胡椒をバシがけしてすすってみれば、マイルドな豚骨スープの中にピリッと締まった刺激がナイスなアクセントを演出してくれて、食欲はさらにブースト。醤油だれがうまい
ということは、すなわちチャーシューももちろんうまいよねという当然の定理に導かれ、キリリとした醤油味がいい感じに染みていて、豚肉の旨味を感じられるチャーシューも堪能しています。ネギやキクラゲも麺に絡んで小気味良い食感と風味を加えてくれており、シンプルながら隙のない構成でズバズバすすらせてくれる感じがたまりません。気になっていたおにぎりは綺麗な形をしたトライアングラムなもので、固めだけでめっちゃうまいです。スープと合わせて食らうのが至高な、こういうのでいいんだよと改めて思わせてくれる名脇役。秘伝の返しを合わせたタレ付き生卵に麺をくぐらせてすすってみれば、しょっぱいまでパンチのある味わいと卵黄のマイルドな美味しさが絡み合って、これまたナイスな味変アイテムとなっており、この卵めっちゃうまい。昨今では原価高騰のため有料となっていましたが、以前は無料で提供していたというんだから驚きですよね。おにぎりを生卵に入れて TKG みたいにしたけどうまいらしい。最後はおにぎりを生卵の中にぶち込んでセルフ TKG を作り、豚骨スープを加えてズルズル食らっていくのが、これまたうめえ。こうして最後まで思う存分豚骨を味わい尽くしています。駅前の開発で来るたびに景色の変わる渋谷ですが、そんな中で大蕎麦さんのように変わらない味を守り続けているお店があるというのは非常に貴重な存在で、これからも末永く営業を続けていってほしいと強く思える仕上がりとなってます。そんなこんなで気づけば TKG まで食らい尽くし大満足で感謝です。大変美味しくすすれました。正統派でこだわりの詰まった豚骨ラーメンを都会のど真ん中で味わえる渋谷で長年人気を博しているのも大納得の一杯でした。それではご揃え。というわけで本日どうもありがとうございました。いえ、ありがとうございます。遠そばの店主の遠さむらと申します。ありがとうございます。遠さむらさん、私で2代目です。あ、そうですよね。もともとは北九州の、そうです、地元の方でお父さんがやられてたところですよね、はい、北九州から東京に進出してきたのきっかけっていうのは何だったんですか？そうですね、やっぱりどこでも地方都市はそうだと思うんですけれど、うん、いくら美味しいラーメン作ってもですね、はい、値段をいくら安く今まで抑えてても、どうしてもお客さんが減っていくわけですよ、うん、人口がどん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 減っていくわけ、しょうがないんですよね。それで、まあ、移転を考えてたんですけど、例えば同じ北九州にも小倉っていう大きな町がありまして、でもまあ同じ北九州だし、いずれ先行きあんま変わらないかなと思って、なるほど、伸び盛りだった福岡に移転しようかと思った、はいはいはい、でも福岡の人からするとですね、やっぱり北九州っていうのはちょっとこうバチバチなところがあります。そうなんですか、福岡と北九州ってバチバチなんですね、はい、喧嘩を売りに行くような感じになるので、なるほど、何や北九州のラーメンとか博多のラーメン何、はいはい、みたいな感じになりそうだったし、実際言うとですね、土地勘もなかったんですよ、福岡については。でこれはどうしたもんかなと思ってたところが、まあそうだ、俺大学時代からずっと東京に20年近くいたんで、はい、まあ、東京の方が全然土地勘あるわと思って、それでまあ東京にお店を出すことに。あ、じゃあ結構長いこと東京にいらっしゃったんですか？そうですね、学生時代から社会人、サラリーマンやってましたから。あ、そうだったんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあそれで割と東京にはずっと長いこと行って、はい、そこからお父さんのお店を引き継ごうということで一回地元に戻るっていう。そうです、はい、そうなんですね、はい、6年半ぐらいですかね、修行させてもらって、うんうん、あ、 6年結構長いこと修行されてたんですね、はい、でも子供の頃からそのお父さんのラーメンとかよく食べられてたんですか？そうですね、生まれた時からもうお店行列店でしたから、うん、お店の2階に、まあ、よくある胸割り長屋のパターンですね、はいはいはい、2階で生まれて育ってずっとそれでラーメンちっちゃい頃から食べてましたね。うん、あ、そうだった。はい、じゃあもうだいぶこの北九州の豚骨ラーメンやっぱ慣れ親しんだ味というか。そうですね、はい、北九州っても大体半分に分かれるんですけど、うん、西側の戸端八幡若松はこういったうちみたいなあっさりしたラーメンが多いです、うん、逆に小倉とか門司の方は、うん、いわゆる久留米で発祥したど豚骨ラーメンですね、あ、結構じゃあ、まあ、濃くて臭いみたいな感じのラーメンになるんですよ。はい、なんか臭いって言っちゃダメですよ、匂いが強いってあ、いい、そうですね、豚骨好きにとってもいい匂いですからねじゃあ小倉の老舗のラーメン屋さんは、うん、のれんにクルメラーメンって掲げてらっしゃるところもあるぐらいで。あ、そうなんですね。そうです、ちなみにちょっとウェブ記事で見たんですけど、早稲田大学出身というのを見まして、はいはい、あ、ちなみに留年とかは特にせず。あ、留年は2回してます。あ、留年してそうだったです。ええ、ちょっと若干ちょっと親近感を感じます。僕留年をめちゃくちゃした後にちょっと退学してるんですけど、4年間で8単位しか取れないで退学するっていう、ちょっとそれは結構他のところ頑張ったんですね
留年してよかったのは、あの後輩が大学院生になったんで、はい、まあレポートとか全部ですね、はい、後輩にやらして言っていいんですかそれ。もう時効でしょ、いくらなんでも。まあ、20年前30年前の話ですもんね。いやそうだったんですね。で、まあ、そこから、まあ、サラリーマンになって、はい、それでラーメン屋さんを継ぐっていうこと、はい、継ぐってなった時お父さん喜ばれたんじゃないですか。そうですね、うーん、お前をラーメン屋にしたって早稲田に貸したわけじゃないっていうふうに言ってましたんで、うんうんうん、最初は嫌そうだったんですけど、うん、まあでもやっぱりどっかで嬉しかったんでしょうね。あの、うんうん、もう古くからの常連さんのお客さんに「いい跡継ぎができたね」って言われるとやっぱりニコニコしてました、うん、いやまあ嬉しいですよね絶対。もう僕も今息子が今3歳なんですけど、まあ、YouTube で「すする TV 継ぐ」って言われたらあんまりちょっとあんまり嬉しくないかもしれないけど、息子さんにその家業を継いでもらうっていうのはすごい嬉しいことだなって多分思いますけどね、うん、ここの渋谷の地で今何年目でしたっけ。こちらに移ってきてもう25年になりますね。いや長いですよ、はい、でもそうお父さん代からしたらもうかなりの65年ですね。すごいな本当に、まあ、65年間やっぱその、まあ、お父さんから受け継いだ味もしっかり継承しつつ。そうですね。ちなみに今跡継ぎの方とかってまたいらっしゃるんですか。いや今もう跡継ぎはないですから、うん、もう私の代で終わりです。あそうなんですか、はい、いやでもなんか渋谷で、まあ、遠沢って僕何回もここの前とか通ったことあって、はい、ちょっと入ったことは今回初めてで、はい、今回来てすごく良かったです。美味しかったです。ありがとうございます。ちょっとノスタルジック感もありつつ、はい、おにぎりを結構一緒に食べるっていうのが割と文化的なところもあるんですか。そうですね、北九州はラーメンと白おにぎり、うん、まあ、うどん屋さんに行くと火薬ご飯かいなり寿司というのがもうパターンですね。あ確かになんかいなり寿司のイメージちょっとあるかもしれないですね、はい、確かにタレ入りの生卵もすごく美味しくて。これはうちのオリジナルですけどね。あそうなんですね、はい、これもご飯とあの麺つけて食べても美味しかったですし、まあ、夏はやっぱつけ麺も結構あの2枚看板みたいな感じですか、はい、メニュー。今そうですね。で、まあ、つけ麺とこの、まあ、卵をぜひ注文してほしいなと僕思いました。ありがとうございます。いや本当今日は忙しいところありがとうございました。とんでもございません。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。いやー遠そばさん行ってきたんですけれども、うまかったですね。しっかり豚骨ベースのスープのラーメンではあるんですけど、やっぱね北九州の豚骨ラーメンがベースになってるんで博多豚骨とはちょっと違くて、まあ、ほんのり匂いもあるんですけど、なんだろう、ちょっと香ばしさというかノスタルジックな雰囲気のある豚骨ラーメンといった感じで、まあ、全体のバランスもねしっかりとまとまっていて、まあ、創業ねもう60年超えとおっしゃってたんですけど、お父さんの代から受け継いだ豚骨ラーメン2代目となった店主さんがしっかりと引き継がれているといった印象でしたね。まあ、あとね麺がすごく美味しかったですね。はい、スープとしっかり絡んでこうツルッとした喉越しと、あと腰ね、腰もしかもなんかこう小麦の密度がこう高そうな感じのこの腰、いやああいう腰のある麺ね僕めちゃくちゃ好きですね、うん、まあ、めっちゃ太いわけじゃないんですけど太麺ぐらいのなんかこう存在感のあるあの和紙持ちな感じの食感ね、まあ、細いから和紙って感じないんだけど、こうやっぱ小麦のね密度がこう高めな感じのあの麺ね僕好きですね。あとはねやっぱあのタレ入りの生卵ですね。いやあのタレ入りの生卵が相当うまかったですねマジで。結構しょっぱめな作りになってるんですけど、あの麺をねすき焼き風にくぐらせてすするのもいいし、最後はねもうおにぎりドボンでTKG 風にしゃべるのもいいです。もう TKG がね結構やっぱしょっぱめのタレの味付けになってるんですけど、あの生卵はもう絶対注文してか、生卵とおにぎりとラーメン食べて1000円ですからね。めっちゃ安いです。まあラーメンがそもそも900円でおにぎり50円、生卵のタレ50円ですから、東京とか渋谷の価格設定じゃないぐらいお買い得ですね。まあ店主さんもねあのつけ麺の方も人気目だったらぜひぜひとおっしゃってたんで、あの麺を楽しむんだったらつけ麺の方がなんならいいかもしれないまであるな。今度遠そばさんかかってたらぜひぜひつけ麺の方もすすらせていただきたいと思いました。ごちそうさまでした。というわけで本日の動画も最後までご覧いただきました。いや本日ですね遠そばさんも前からね渋谷にあること自体は知ってたんですけど、なかなかちょっと訪問する機会が来ちゃってましたね。ようやくの訪問ということで店主さんにも会えてねすごく嬉しかったですね。店主さんのインタビューもインターネットで検索すると出てきますんで、結構面白い記事になってもぜひ多分遠そばインタビューとか調べたら出てくるので、ぜひぜひ検索してみてみると面白いと思います。というわけで皆さんからいただいたコメントの方も寄せさせていただきます。 DJ 社長脱退表明したねというよりびっくりしましたよ、マジで。そんなことあるんだと思って、レペゼン地球の、まあ、立ち上げ人でしょ、立ち上げ人の社長が辞めたらなんか解散ってなるんじゃないかと思ったら、まさかの脱退っていうには、これびっくりしましたね、本当に。まあ、レペゼン地球との絡みはちょっと正直僕全くないんですけど、DJ 社長って僕と同い年なんですよね。そういうのもあって、まあ、密かにね、クラスの端っこの方であの、陽キャ、確かこう頑張ってる姿をこう、クラスの端っこの方でめっちゃ見てたんですけど、いつの間にかね、こんなことになってるとちょっとびっくりですよね、本当にね。DJ 社長のことね、なんか考えてそうな雰囲気もあるけど、まあ、残されたメンバーの、ね、フォイさんとワキさんに一切ね、なんか、説明でもないまんまみたいな感じだったんでね、どうなるかめちゃくちゃ心配ですけどね。なんかこれからもちょっとクラスの端っこの方でひっそりとね見ていきたいと思いますね。はい、日本人の恐ろしいところはラーメンと同時に米食うところだと思う。そうなんだ、海外の方って日本人だけなんですか。そのラーメンとライスとか食べないですかね。チャーハンとかってなんか食べそうな雰囲気ありますけど、それこそ中華料理とか言ったらやっぱ最後にラーメンとチャーハンとか出てきても全然おかしくないですし、家系ラーメンみたいなジャンルは確かに海外にあんまなさそうな気もするけど、これって結構日本人特有の食べ方なんですかね。まあ、スープに浸して海苔をねライスで巻いて食べてほしい、
めちゃくちゃ美味しいですけどね。まあ、海外の方がね、二郎系を食べる動画とかって何回か見たことありますけど、確かに海外の方が家系ラーメンをすする動画って一回も今までね、見たことないんで、結構ラーメンとライスを同時に楽しむのって、あんまり他の国にはない文化なのかもしれないですね。今後ちょっと外国人の方とかとコラボする機会があったんで、そういう企画も考えてみるのもあるかもしれないですね。好きなことを仕事にしているとはいえ、正直ラーメンを食べたくないなと思ったことはありますかということで、こういった質問結構ね、ちょいちょいそのプライベートとかに聞かれることありますけど、いや、なんか朝起きて別にラーメン食べたくないなって思った日は本当にないですよ。特にここ数年は本当にないかも。まあ、YouTube 始めて1年目とか、もう思った記憶もないけど、まあ、それこそね、前日お酒飲みすぎちゃって二日酔いとかだったら、まあ、ちょっとラーメンきついなっていう頃もありましたけど、最近は二日酔いとかにならないようにしてるし、そもそも。まあ、なったとしても、やっぱ淡麗系のラーメンとかだったらめっちゃ食べたくなるじゃないですか、なんかお酒のお次の日って。っていうのもあってね、まあ、正直ラーメン食べたくないなって思う時はもうマジでないな。ほんとこういうこと言ってね、いや嘘でしょみたいな、そんなに好きなわけみたいなこと言うんですけど、いや、マジで9年間やってるから、まあ、もちろんね、YouTube の動画配信するためっていうのもあるけど、まあ、それ以上に趣味の部分が大きいですよ、僕ラーメンに関しては。本当に。普通に毎日ラーメン食べてて楽しいなと思うし、まあ、ラーメンを通して、ね、いろんな方ともお会いできましたしね。全然なんかラーメン今日食べたくないなーって日はないですね、正直。うん。すするさん、白い服着てるのに汚れ一つなくめちゃくちゃ綺麗にラーメン食べてるあたり、本当にラーメン界の神様的な何かを感じる。いや、そんな大したもんじゃないですけどね、本当に。確かにね、ラーメンめっちゃ思いっきりすすってるけど、意外と飛んでないなっていうのがあるから。今日もね、家系ラーメン2軒すすってきましたけど、全然 T シャツ白いもんね、ほんとに。やっぱ跳ねるのを気にして、中途半端にすすったりするのが一番飛びそうな気がするんで、思いっきり行った方がいいですよ、本当にこれに関しては。まあ、思いっきり食べた方がね、もちろん目の前のラーメンも美味しく感じられるだろうし、すすった時やっぱそんな飛ばないと思うんだよな。まあ、一番いいのはな、紙エプロンとかがあったりするお店だとね、すごくありがたいですけども。まあ、意外とね、思いっきりすすってるとね、そこまで大きく飛び散ったりしないんで、ぜひぜひ皆さんもね、お試しください。で、そんなわけで本日の動画も最後までご覧いただきました。よろしければチャンネル登録、高評価、そして皆さんのおすすめのラーメンなんかも教えていただけると幸いですということで。ごそろい。それでは、するの公式キャッチフレーズ。トーサバさん。渋谷で戦う、頭骨屋。塔は戦うの塔ですね。